ご褒美。豆です。でね、あの、ちょうどね、3ついただいたので、今日はちょっとみんなでね、七夕なんでね、食べようじゃないかということで。ありがとうございます。ありがとうございます。今日だけだぞ。ありがとうございます。これがまず自由が丘限定の、先ほど番組の中でお見せしたフェーブセラビ、ちょっとよくわかんない、チョコレートっぽい、そう、豆と、あとさっきバッフルさんが一押しだったこのピンクのやつ、これがカシューフランボワーズ。ナッツなのかな、どうなんだろう。カシューってことは、カシューナッツ、何、ピンク、わからない。反応がすごいピンクなことがわかる、この距離。ピンクの粉がついてる。粉ほら、黄色いドライフルーツが入ってる。めちゃいい表現が見つからなくて申し訳ないんだけど、あのピンクのチョークの粉みたいなのがまとわられてる。粉が細かい粉がついてる。あとはイチオシが、イチオシの粉。あとはこのくるみは3本。一番想像しやすいよね。美味しそうっていうやつですね。は？くるみはさ、くるみをこう、なんか和三盆。あ、そう、本当だ。これくるみを和三盆でコーティングしてるのと、さつまいもかな、これ。さつまいもが入ってます。でも美味しそうです。美味しそう。どれ食べますか。これから行きましょうか、皆さん。謎の気になって、謎の粉。でも濃いかな、味。あ、でもそうですよね。そう、順番なのには分かんなくなっちゃうかも。3本があれですかね、一番甘そう、うん、それは何なんですか、分からない。丸いの、フェーブなんだっけ、フェーブセラビ、セラビ、そう、全然分かんない。あ、でもホワイトチョコレートって書いてあります。じゃあ甘いのかな、甘いのかな、これは甘酸っぱい気がしない、色味がそうです ね、そんな感じがする。これからいきますか、一斉のせいでいこう、巻いてって言う、一斉のせいで見ながら、はい、はい、聞いてください、出てこない。粉が出ちゃいそう、はい、粉が漏れちゃうから、あ、すごい指につくから気をつけてね、はい、はい、行きましょう。でも甘い匂いがする、いい匂い、あ、本当だ、フランボワーズの匂いがする。では、いただきます。いただきます。うん、どうしたんですか、酸っぱい。いや、全然美味しい、でも美味しい、ラズベリーみたいな、甘酸っぱい感じですね、あ、美味しい、美味しい、フランボワーズだって言ってる。やっぱあれですね、カシューナッツの周りにフランボワーズがこうついてる、まあ、というか、こうついてるっていう。美味しいね、これ。美味しい、イメージがっつりチョコレートでくるんであるのかと思ったら、意外とそうでもない感じなんですかね、パウダーがこう叩かれてる感じ、結構甘さ控えめ、そうだね、食べやすい、パクパクいけちゃう感じの感じがする。どちらにしますか。どっちがいいかな、セラビーが未知数すぎて、そうだね、和三盆いきますか、いきますか、指がなんか、そうだね、そう、指が今フランボワーズなんです。ピンク、すごくピンク、ほら見せつけていく、ほらほら、リッシュ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、では和三盆いきましょう、イエーイ、一番ね、甘いんだろうなっていうのが分かる、
くるみはサンド。すいません、これのあの。あ、そうだね。よいしょ、はい。はい。結構大きいですね。くるみがね、くるみっこがめちゃめちゃ大きい。食べ応えがある感じがします。よし、美味しそう。いただきまーす。ゴリゴリゴリっていう。確かに甘い。うん。けど美味しい。うんうん。うんうん。美味しいのか説明してくれんね。ストレートに甘いですね。うん、やっぱね。やっぱ和三盆だから、うんうん、お砂糖がコーティングされてる感じ、くるみに。うん、くるみも美味しい。うん、なんかなんでしょう。なんかやっぱね、なんかお名前的にもなんかちょっとほんのり優しい感じがします、ね。うん、そうですね。うわー甘いって感じにはならない。これもパクパク食べれる系ですね。うんうん、これ好きだな、和三盆。和三盆美味しい。美味しい。和三盆美味しい、うん。そもそも私、くるみがめちゃめちゃ好きで。あ、美味しいですよね。美味しい。これがね、ラストのこれがね、2種類あるから。んで、ホワイトチョコとさ、ほら、白とピンクがあるんだ。どうします？なんか、私白、私ピンクみたいにしますか？あ、しましょう。うん。じゃあ、私にとって。じゃあ白白でいってピンクで。オッケー。よいしょ。でもやっぱどれもさ、一粒が大きいね。うん。なんか結構お砂糖って感じじゃなくて本当にチョコレートですね。そうですね。見た感じはね。うんうん、では、ではね、いただきまーす。いただきます。うん。うん。ここが結構しっかりコーティングされている。うん。うまうん、うん、サクサクしてて、うん、おいしい。やっぱこれも中身はナッツなんですよね、うん、多分ね、うん、ピーナッツっぽい気がする、うんうん、ちょっと名前からどういうものなのかが全然わからないから確かに、うん、ピーナッツだと思うな。他2つに比べると中身のナッツ自体は小粒な感じがしますね、うん、チョコレートが多めな、うん、あのね、私が食べたピンクのやつはチョコレートよりなんかあのお豆重視というか、本当ですか、うん、あ、こっちチョコレートでしたよね。チョコレートの方が意外とチョコ多いなと思って、うんうん、今、うん、そう、なんかどちらかというとお豆味わえるよっていうタイプですかね。味はなんか、クランベリーとかに近いかな。あ、ベリー系、ね、ベリー系、うん、美味しい。まあ、でも粒の大きさの違いもあるかもしれない。確かにそれはあるかも、うんうん、はい、はい、ごちそうさまでした。次回はちゃんと1位になって食べたい、はい、お情けはねお情けは、まあ、そうね、今日はね、3つあったから、ありがとうございます。3つなかったらもう今度も私が全部いただきます。アキバワンダフルボックス、やったー、ありがとうございます。これはもしや、ちょっと待って、開けますね。お、なんだなんだ、あ、この作りはもしや見たことあるぞ、あー、ありがとうございます。おいしいやつだ。あ、じゃあじゃあ一個取ってください。はいはい、あ、どうぞ、はい、どうぞ、どうぞ、というか私来る前にこれ買おうか迷ってフリークワンの、ね、あ、ありがたい、やだ、いただきます。尻尾までたっぷりだ。え、皆さんどこから食べる方ですか？頭並ぶか頭で、いただきます。順番に食べていい味言わない？一斉に食べちゃったうまうま、うん、え、味当てる、味当てていきます。味違う、あ、全部同じです。でもね、でもね、え、これ芋かな、ずんだじゃない、うん、枝豆の味がする。枝豆か、これは、うん、ずんだです。あ、うん、私人生初のずんだです。おいしい、おいしい、うん、お粒がいっぱい入ってるって、うん、うん、すごい、うん、おいしい、おいしい。ずんだって確かにそうですよね、あんまりこう言ってはあれですが、
食べる機会がっていうか、ないから、あ、すごい。美味しいですね。外が粗めで、それ食感がありますね。食感がかなり、食感もより。一番食べて喋れなくなる人がいるんで、喋れるようになったらすごいモコモコしながら喋っちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。え、だからもうちょっと締める方向にしてなんで食べるかな。コメントをどうぞ。そういうことじゃないんだよね。まっすぐも今カメラを見てひたすら食べるって締めてください。締めるのかい。これすごいですね。尻尾まであんこ、うん、だってな、尻尾の方からさ出てるのが見えるんだよね。たっぷり、すごい、いいな、嬉しいですね、これね。嬉しい、おいしい、おいしい、ずんだハマりそうです。おいしいですよね。おいしい、感動した。新境地開拓です。いいな、皆さんもぜひずんだ見つけたら買ってみてください。クリコアンのずんだたい焼きかな。おすすめです。おいしいです。これおいしい、あんこがたっぷり、たっぷり。はい、じゃあ